榊、ロケット団のボスであり、トキワシティのジムリーダー。赤、緑、青バージョンの手持ちの多くは、ダクドリオやサイドンのような地面タイプなどを使用してくるため、水技を使えば簡単に倒してしまう。しかも、サイドンとサイホーンが一撃必殺技の角ドリルを覚えているが、素早さが遅すぎるため、まず当たらない。リメイク前の初代ポケモンでは、他のジムリーダーと違い、一撃必殺技の地割れを技マシンとしてもらえる。